まあこれよくね、誤解されますよね。それを機に来年からでもちょっとメジャーになっていただけると。東京本舗。次、北広島市、北広島のことを広島の地名だと思ってました。拠点と最近まで勘違いしていました。地元ネタ独特の仕事などあれば知りたいです。ということなんですけど、まあ、これよくね誤解されますよね。本州北海道人は内地とか言ったりしますけども、内地の方の広島県の本家のまあ広島とよく誤解されるんですよね。まあ、これもともとですね、当然その広島県の方から移住してきて入植してきた人が開拓した町だから北広島って言うんですけど、もともとは広島町、本当そのまま広島町だったんですよね。で、俗称が北広島だったんですけれど、町から市に昇格するときに、もともとのその俗称とかニックネームだけども定着してた北広島、本家の広島市と被ってしまいますから、広島市というふうに改名をしたというような形ですね。で、ただね、これまあ場所的には本当札幌市のすぐ隣にあって、で、今度日本ハムファイターズも本拠地移転してくるので、まあ、結構のそれを機に来年からでもちょっとメジャーになっていただけると嬉しいなとな感じですかね。鈴名司法書士行政書士事務所では、相続登記、遺言、家族信託、会社設立、建設業許可など暮らしやビジネスに関わるご相談を受けたまわっています。ズーム出張への相談も可能。詳しくはホームページをご覧ください。